食べても痩せるダイエット法をお伝えします。あなたはこんな経験がないですか？例えばお米の量をいつものこう半分で頑張ってみたりとかですね、もしくはもう完全お米はカット、おかずだけ食べて頑張ってますですとか、お気に入りのスイーツなどを食べたいけど我慢してます、このような極端な糖質カットダイエットをした結果、逆に食欲がこう増えてしまってリバウンドみたいな、そんなね辛いことをまあ繰り返したご経験がまああるあなたに朗報です。この動画のお話ご覧いただきますと、食べても痩せることができるんです。その具体的な解決策を動画のお話これからお伝えしていきますので、ぜひ最後までしっかりと聞いてみてください。ではポイントです。腸内細菌のバランスがとってもね大切なんですね。このバランスが整いますと、結果こう内臓が元気になるんです。活性化ですよね。そのことであなたのその持っているそのそもそもその燃やす力、基礎代謝がねガバッと上げることができるんですね。なのでその結果脂肪をこう溜め込まずにデトックス体質になる結果、あなたは確実に痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。では今からじゃあどうやったらそのような痩せ体質になれるんですかっていうお話を具体的にお伝えしていきますね。まずこの腸内細菌のバランスを整えることですから、この腸内細菌たちがですね喜ぶ食べ物をやはりねしっかり食べてあげることが非常に大切なんです。ばっか食べはダメなんですね。例えばキャベツダイエットとかいろいろ世の中ありますよね。丸々だけ食べてたらいいみたいな、そういったのはですねその時はいいかもしれませんけれども、結果その腸内細菌のバランスをこう大幅に崩すわけですから、結局またこう食べたくなってしまって、まあ、リバウンドっていうその負のスパイラルに入ってしまって、ますます太っちゃうというですね、ダイエットをすればするほど、太るというその悲しい結果にこう、ね、なってしまうんですね。そうならないためにも今からお伝えする食材をバランスよくとっていってくださいね。まず1つ目、納豆や、キムチ、またお味噌汁やぬか漬け、またヨーグルトなどのですね発酵食品を、バランスよく、ばっかじゃないですよ、これ全部バランスよく取り入れてくださいねということです。で2つ目、海藻や、もち麦などの水溶性の食物繊維ですよね。そういったのもこうバランスよく、わかめだけではなくてそのバランスよくですね取っていくということです。で3つ目、オリゴ糖です。これはですね、玉ねぎにも多く含まれていますし、また蜂蜜やバナナなどにも多く含まれているものなんですね。こういったのをバランスよく取っていきましょう。で最後4つ目、青魚や甘煮油などの油ですよね、良質のもの、EPA、DHA、こういったのも上手にバランスよく作って、いっていただきたいですね。で、甘煮油ってどうやって食べればいいんですかというご質問をよくいただくんですけれども、私の場合は、ここの発酵食品とですね、合わせて食べちゃうんです。どういうことかというと、朝こう納豆、夜とかですね、納豆を食べるときに、その甘煮油をこう大さじスプーン1杯程度こう入れて、一緒にも美味しく、いただいてます。そうすることが組み合わせですよね。こればっかりというこう組み合わせをして、まずは腸内細菌が大好きなこう餌になるものですから、そこをしっかりと取っていくということです。でその効果はですね、発酵食品は善玉菌を活性化、この善玉菌って痩せ菌なんですよね。なので発酵食品を取ることで善玉菌を活性化させてあげましょう。そして2つ目、水溶性食物繊維を取ることで、その善玉菌の餌となりますから、整えていくことができる。でオリゴ糖は乳酸菌の餌になります。結果、その善玉菌がこう増えて、野生菌が増えるということですね。で4つ目は、その腸の炎症を抑えてくれて、その善玉菌を増やして増えるわけですから、それぞれですね、得意分野があるということなんですね。ですから、
バランスが大切なわけです。ではこれプラスですね、この腸内細菌を餌になる食事プラス、その他にも私たち食べますよね、ご飯お米だったりですとか、お肉やお魚、タンパク質ですとか、おやつも召し上がると思うんですけれども、じゃあそこを具体的に深掘りしてお伝えしていきますね。で、今からお伝えするお話の一番最後が肝ですから、ぜひお楽しみにされててください。私も日々取り組んでいるお話です。でも効果絶大ですよ。あなたがこの食べ方をすることで、確実に食べても、今まで通り食べててもですね、痩せることができるポイントがあるんです。で、それがこちらなんですね。これはこのまま同じものですけれども、こちらです、2枚目。ここがねポイントになります。はい、ではまず先ほどお伝えした、腸内細菌の、餌になるものですね、こちら以外に摂る食べ物の摂り方を今からお伝えしていきますね。はい、まず糖質ですね。冒頭でもお尋ねしたように、完全糖質カットというのは逆に太ります。なぜかというと、その脳がですね、やっぱり必要なわけです。エネルギー源ですからね。そこを完全にカットしてしまうというのは、逆にその我慢すればするほど欲しいですね。その脳の指令がですね、強まってしまって、結果その食べ過ぎちゃうという悪循環ですね。リバウンドですよね。そこにならないためにも、糖質は取りましょう。適量でですね。で、私もですね、実践しているんですけれども、日頃お食事いただく時のお茶碗のサイズは、実は私のですね、一人娘、今高校生ですけれども、そのママ娘のですね、幼稚園の時に記念品でいただいた可愛いですね、うさぎさんのお茶碗なんですよ。その、ミニサイズ、要は子供用のサイズですよね、 のお茶碗でよそっていただいてます。なので結論からお伝えしますと、その糖質適量というのはですね、お茶碗のサイズからも変えてしまいましょうということです。私たち女性はですね、お子様サイズのお茶碗でいいと思うんです。大きいサイズはこうついつい継ぐ量がこう入ってしまうじゃないですか。小さければもうそれ以上入りませんから、その子供用のサイズのお茶碗で、これ白が×ってなってますけれども、白い精製されたような、要はこう栄養をそぎ落とした後の食べ物よりは、色の黒いものを積極的に摂ってくださいねっていうことなんです。例えば白米です。白米よりも色がついた玄米、私は玄米です。あと紫もち麦を入れてます。雑穀ですよね。そういった色のついたものに糖質を控えていけば、本当に栄養価も違いますし、よく噛まないとですね、飲み込めないので、よく噛むイコールその少量で、お腹がこう満腹中枢がですね、刺激される、もういいこといっぱいですから、白よりも黒です。で、例えば、白い食パンよりも全粒粉のようなこう茶色いライ麦とかですね、ああいったその茶色いパンですとか、真っ白いおうどんよりも黒いお蕎麦です。そういったように糖質を上手に色を変えていくだけでも、目安としてですね、覚えていただくと、あ、そうだそうだ、ちょっと白が続いたから今日はね、ちょっと黒いものを食べてみようかなとか、ご自分でその正しくコントロールすることができるようになりますからね。で、次、タンパク質です。特に私たち女性はですね、結構タンパク質取れてないんですね。タンパク質はしっかり取らないと逆に太ります。で、ただこのタンパク質といってもですね、このバランスが大事なんですね。お肉ばっかりとか、お魚ばっかりとか、大豆ばっかりというよりは、結局その腸内細菌の種類が多い方がいいわけです。だからばっか食べよりも上手にバランスよく、肉、魚、大豆、卵、乳製品って、こういったものをしっかりバランスよく摂っていくということが大事です。で、毎食摂るそのタンパク質の量は、目安はこのギュッとこうグーを作っていただく、この拳のこのサイズ、これぐらいの量を毎食いただくと丸です。そして次、ここからが肝です。皆さんよろしいですか？準備はいいでしょうか？間食なんですね。
ここがですねポイントなんです。今までその、間食されてない方はね、もう本当バッチリなんですけれども、そのご飯とご飯の間にちょこちょこ口に運ぶ方っていうのは一番太ります。なぜかというと、どんな食べ物でもですね、大なり小なりそのインスリンというホルモンが出るようになってるんですね。もちろん甘い、ケーキとかね、スイーツだとかお肉はこのインスリンの数値がこうガバッと上がりますから一番太りやすいんですけれども、お野菜でもね、インスリンって出るんですよ。少量ですけどね。で、結局このインスリンが出る回数があなたが太る回数なんです。例えて分かりやすくもっとお伝えしますね。結論から申し上げますと、間食ってしたくなるじゃないですか。ちょっとこう休憩の時にちょっとこう飴を食べてみるとか、ちょっとこうお土産にいただいてこうクッキー食べてみるとかあると思うんですけれども、そのできる限りですね、食べちゃダメまでは言いません。じゃあどうすればいいかっていうと、例えば朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんの一部としてお菓子を食べちゃうことなんです。こまめに口に入れないということ。そうすれば1日インスリンが出る回数は3回です。ところがですね、もしあなたが例えば朝ごはんのあとちょっとしてまた何か口に含んだ、でまた10時のおやつをちょっと1、2枚クッキー食べた、でその間にガムを何回も噛んでいる、でお昼ごはん食べた後に、例えば職場とかお家でですね、ちょっとなんか口寂しいなと思ってまた飴を1個食べてみるとか、おせんべい食べてみるとか、で晩ご飯作るときに味見でちょこちょこ、ちょこちょこ何回もこう口に運んで、で晩ご飯を食べて、またその後に夜デザートでアイスを食べるとか、お風呂上がりに熱いからといってその何か食べる、1日例えばお口に運ぶ回数が同じカロリーだったとしても、例えばここでクイズです。A さんも B さんも1日かけて取ったカロリーが1000キロカロリーだったとしましょう。分かりやすくて1000とかないですけどね、例えば1000だったとします。で A さんは朝昼晩3回しか食べません。でも、B さんは同じ1000キロカロリーなのにちょこちょこちょこちょ こ, こう何回にも分けて食べる、例えば10回とかですね。さあどちらの方が太ると思いますか？もう賢いあなたならお分かりですよね。答えは B さんです。同じカロリーなのに、同じものを食べてるのに、間食をせずにご飯の一部として、飴やガムや、デザートを食べた A さんに比べて B さんの方がインスリンがそのたんびに出るわけですから、どんどん太ってしまいます。でプラス私たちはですね、加齢とともにインスリンはですね、分泌量が増えます。なので若い頃に比べて食べているもの、食べている量は一緒なのに、そのなんか太ってきたなっていう方はそのインスリンがそもそも出てるからなんですね。ですからさらに年を重ねれば重ねるほどその食べる回数ってすごく気をつけないといけないんですよってことなんです。いかがでしたか？って思いませんでした？そうなんです、ちょこちょこ食べる方が太るんです。さあいかがだったでしょうか？ではどうしたら良いのか、あなたならもうお分かりですよね。食べる回数をまとめること、そして腸内細菌のバランスを整えてバランスよく上手に日々取り入れていくこと、このことがしっかり食べながら痩せることができるポイントなんです。そして、このお話を聞いてくださったあなたはですね、今からすぐできることからスタートをおできになると思いますよ。応援しております。また、このお話をご自分のため、そして周りの大切なご家族、いろいろな大切な方のため、ぜひたくさんの方にシェアして差し上げてください。そのことであなたからどんどん幸せを届けて差し上げてくださいね。そしてこの動画のお話繰り返しご覧いただいて、腑に落ちるまで繰り返し学んでみてください。またこのお話は良かったなと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。